七北田出張所仙台市交通局七北田出張所は宮城県仙台市泉区八乙女中央三丁目7の55にある仙台市交通局自動車部の出張所実差は営業所管理1960年代から市北部及び泉町の宅地開発が続いていたがバス路線の運行拠点は仙台市営バス広瀬通営業所と 北仙台駅近くにあった市電で使用していた走行用地だけだった。このため、増加する路線と乗客輸送に対処するために、東仙台営業所と同様に、市周辺部に営業拠点を設置するという交通局の方針から、発展著しい泉町に七北田営業所を設置することになった。これにより、広瀬通と定前寺通りの2つの営業所は、 車両登録のない車庫に降格、今白石車庫を出張所に昇格の上、管理下に入れている。七北田営業所は、その後も路線と乗客が増加して、1976年線、パークタウンに乗り入れを開始、1980年には、泉パークタウン出張所を開設して管理下に入れており、1987年の地下鉄開業まで泉、 北部方面路線の拠点として重要な役割を担っていた。1987年、地下鉄開業に伴う路線再編で、鶴ヶ谷団地へも乗り入れることになったが、主力だった仙台市都心部との路線は大幅に削減された。1992年今白石出張所は、北仙台営業所を移転して開設された実差は、営業所に統合されて廃止となる。 さらに1994年7北田営業所は出張所に降格され東仙台営業所の管理下に入ることになった。同時に泉パークタウン出張所は実沢営業所の管理下に変更されている。2009年4月より JR バス東北に車両運転業務委託を開始。2011年6月1日より東仙台営業所本所が 宮城交通への委託拠点となったことから、七北田出張所は、実際は営業所管理課となり、現在に至る。仙台市北東部の泉区黒松、南高台、朝日丘方面及び、宮城のく鶴ヶ谷方面を事業範囲としている。営業所時代のイラストマークはネズミ。一時期は、市内中心部路線、桜ヶ丘八木山方面も担当していた。 証言団地線の宮城交通遺管により、7北田車庫前停留所が廃止。地下鉄や乙女駅に近いため出入庫系統はない。配置車両は原則として日の。ただし、2002年以降は他社車,車両が納入されている。南高台コミュニティバス、南高台コミュニティバス専用の小型路線車専用の小型車両で運行。なお、 小型車両は45系統の一部にも充当される。両系統とも、実沢営業所と共感。実沢営業所、川内営業所と共感。全系統実沢営業所と共感。ありがとうございます。